ツープライドラウンド第1戦、2日目の部品交換から後半5連勝と好調なんですが、エンジンの評価いかがでしょうか。いいと思います。特にどのあたりに特徴ありますか。特徴はないですね、はい、安定板のついた準優勝戦を制しました。この後仕上げとなる調整は、どうなんですかね。明日も荒れるんで、無事故でゴールするだけです。わかりました。さあ、スタートについては強い風の中で難しさもあったと思うんですが、見え方はいかがでしょう。何もわからないですね、はい、では優勝戦も安全第一にというところでしょうか。はい、怪我だけしないようにゴールします。わかりました。さあ、1号艇で挑む優勝戦です。レースへの意気込みをお願いします。はい、水面悪いと思うんでゴールだけ、はい。まずは今シリーズのエンジンの手応えからお願いします。全然副賞よりは動いてくれてるなっていう感じですね、はい、安定板がついたレースもありましたが、乗り心地などいかがでしょうか。ちょっとふわふわする面が今日は出てたので、その辺はちょっと解消していきたいですね、はい。後半5連勝も飾っていますが、残る調整どのあたりをお考えでしょうか。明日乗ってみて、回転の微調整ぐらいではいきたいです。変わってスタートです。久々の都の水面ですが、スタート感いかがでしょうか。コロコロ風すごい変わってる割にはいけてる方なのかなと思いますね。わかりました。では優勝戦どのあたりを狙っていきますか。藤山君とか多分伸びすごいんで、ちょっと気になるとこなんですけど、微調整ぐらいでいきたいですね、はい、はい。2号艇からのレースです。熱い一戦への意気込みをお願いします。しっかりしたレース見せたいと思います。応援よろしくお願いします。準優勝戦4枠からまくって見事優勝を決めました、はい、まずはエンジンの評価ですがいかがでしょうか。エンジンは良くないと思います、はい。その中でもどのあたり、ずっと伸び求めてるんですけど、今日は風で思い切ったスタートいけたんで勝てただけやと思います、はい。なるほど。初日2日目と部品交換がありましたが、そのあたりを求めてのものだった。多少は上積みできてるんですけど、はい、そんなにはよくはなってないです、はい。わかりました。さあ、優勝戦に向けては仕上げとなる調整どこかお考えですか。もう半年間伸びしか求めてなかったんで、今回も伸びで勝負すると思います。変わってスタートです。風が強くて難しい面もあるかと思いますが、見え方いかがでしょう。タイミングはどうでもいいんで、もう全速で行くことしか考えてないんで、はい。わかりました。さあ、3号艇で挑む優勝戦です。おしまいにファンの皆さんへのメッセージお願いいたします。一生懸命頑張ります。シリーズ中4回の勝利で勝ち上がりました。エンジンの評価いかがでしょうか。そうですね、優勝戦入るとちょっと弱いかなと思います。特徴としてはどのあたりにありますか。特徴、そうですね、乗りやすいぐらいですかね。3日目に部品交換もありましたが、その時には思うような上積みというのはあったんでしょうか。いや、なかったんで全部戻しました。ではこの後どんな調整で優勝戦挑みますか。そうですね、藤山に行ってもらって、その攻めに乗りたいと思います。その水面スタートについては思うようにいけていますか。今節はある程度いけてると思います。つでは3連続での優勝です。それではおしまいに意気込みをお願いします。はい、最後まで一生懸命走ります。地元レース前節優勝エンジンは今節も優勝へと導きました。手応えいかがでしょうか。もう申し分ないですね、はい。特にどのあたりに特徴ありますか。伸びがいいと思うんですけどね、はい。さあ、そして優勝戦も強い風が吹くかもしれない、そんな予報になっているんですが、あとどんな調整で優勝戦を迎えますか。そうですね、もうちょっと特徴をつけて伸びに振るか、展開取られる出足型にするか、ちょっと考えてみます、これから、はいはい。そしてさすが地元、早いスタートもしっかり決まっているんですが、見え方はしっかり合っていますか。いや、ちょっと風が強すぎてもう分かんなかったですね、はい。そうですね、優勝戦はどんな感じでスタート決めていきますか。分かる範囲で全速で一定心ぐらいいけたらいいかなと思うんですけど、はい。地元レース期待を高めるファンの皆さんに元気の出る一言お願いします。はい、優勝目指して頑張ります。応援してください。準優勝戦5枠から優勝を決めました、はい。まずは船足から聞かせてください。船足はもう全体的に普通ぐらいで、ちょっと特徴がないかなっていう感じです。乗り心地についてはいかがですか。乗り心地はだいぶ良くなってきました。
あと残す調整、仕上げとなる調整はどのあたりお考えでしょうか。まあ、そうですね、優勝戦外枠なんで、展開つけるような足にしていきたいなと思ってます。そして春の強い風が吹いた中でも早めのスタート決まっていますが、はい、見え方はいかがでしょう。ちょっと風がコロコロ変わって難しいですね。はい、優勝戦も強い風が吹くかもしれないという予報になっていますが、はい、スタートどのあたり狙っていきますか。まあ、全速で一定心ぐらい狙っていきたいなと思ってます。わかりました。はい、さあそれでは優勝戦への熱い意気込みお願いします。はい、優勝を目指して頑張ります。応援してください。